はい、ということで鈴木と誠です。はい、こんにちは。こんにちは。社長からですね、例の手紙とアマゾンギフトカード、あー、はいはい、ハメ様ね、100枚が届いた、はい、あれから今撮影が19なんで、まあ、19日経ちました。はい、現在、はい、320投稿です。おっとっとあのおっとっと案件やん、これ。3000って言ってたじゃないですか。はい、今 10% なんですよ。これ正直絶対に間に合わないですよ。自腹でいいんじゃないですか。じゃあちょっと待ってください。逆に言えばですよ、今320まで来たんですよ。踊ってる方も結構増えてきて、まあそうね、そうね、ようやく、まあ、じゃあやってもいいかなっていう方が出てきてっていう状態にあるんですよ。はい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 、もしかしたらこのまま行ったらマジで3000行く未来があるかもしれないと思ったんです。はい、ただ1個だけ、時間がない、絶対間に合わない、あと10日で2700投稿はできないんで。無理よね。延長してもいいですか。延長宣言。延長宣言してもいいですか。いつまで。11月いっぱい。2ヶ月ハメ様宣言を。あの冬よ、それ雪山で撮ってるので。逆のパターンね。逆に冬に対応してくるんじゃないかな。11月いっぱいで撮り終わってプレゼント全部送るのは12月25日に全部送るってどうでしょうか。クリスマスプレゼント。まあいいんじゃないですか。いいんですか。じゃあ延長しましょう。無理すぎるからね。社長の OK をいただいたんですけど、無理すぎるから、ね、あとね、あのやっていただいたこの320投稿の、ね、皆さんがちょっとどうかなっていうところなんですけども、怒られるんだ。これはちょっと本当に皆さん達成したい。もう2ヶ月だけ延長してもいいでしょうか。なんて言ってますかね。聞こえないのであれですけどいいんじゃないでしょうか。このキャンペーンを引き続き継続で進めていきたいと思ってて、11月いっぱいまで、そして12月24、クリスマスプレゼントとして1枚分のアマゾンギフトを上位100名の方に送付ということで、やらせてください。お願いします。いいんじゃないですかね。もうどうもいいじゃないですかね。勝手に聞こえないから向こうのね。噂に聞いたのが、3000投稿何やってもいけるのってフォロワー100万人だよと僕自分のフォロワー数えたんですよ。1万人だったんです。 そうだよね。そう考えるとかなりいい比率。いい比率。ちょっとこれもう2ヶ月走ったら行くんじゃないかと。行ったらすごい。行かなかったらどうするの。行かなかったらさらにね、やめたらね。口は災いのものって知ってます。何かを発表するとかね。そのあとまた動画撮りましょう。今日は思いつかないので最後に待ちをちょっとまとめさせてください。はい、今回9月1日から9月の30日までやってたこのキャンペーン、東京ハメ様の TikTok 指定音源の15秒動画のキャンペーンなんですが、9月30締め切りのところ11月30締め切りにさせていただきます。すいません。これを最後までやりきりたい、やりきりますので、皆さんもどうか引き続きダンスのキャンペーンはですね、拡散をご協力していただけたらとても嬉しいです。そして締め切ったら随時計算を始めて、2本投稿してる方とかもいらっしゃいますから、ね、その方を抜いて上位100名の方に TikTok の DM でお送りします。これ完全にいかなくてもプレゼントだね。はい。そして Amazon ギフトカードって実は超便利で、Amazon ギフトカードコードをこっちで打って TikTok の DM で送ったら、あ、それコピペで Amazon 入れたらもう使えるんですよ。だからもう郵送とかないから超早い。はい。上位100名の方に Amazon ギフトカードのコードを TikTok DM に12月25日にお送りします。いきましょう。3000投稿、ね、3ヶ月半。3000投稿とこまでね、下手そうです。やらせてください。頑張ります。お願いします。現場から以上です。ありがとうございました。はい。